ーチャーサポートライダースノーボードの岡田沙織です。私の場合、冬のシーズンの活動の中で移動もとても多いので、車の長距離運転でライディング以外での疲労も残さないように、そういう移動する前だったり、移動して到着した後、夜寝る前だったり、そういった時にこのエネチャーを飲んでます。飲み方のポイントは、食事と一緒に、あるいは直前に一緒に摂るのが、吸収率も良くておすすめです。このオレンジがビタミン B 群、この黄色いのがビタミン A と C と E、これがビタミン E、 この白い大きいのがミネラルコンプレックスで、15種類のビタミンと12種類のミネラル、計27種類がこの4粒の中に入ってます。こんな感じで小分けにパックされているので、持ち運びに大変便利です。